会社でどうしても落としたいキャインがいるのですがっていう、まあ組織恋愛の場合ですね、のシーンでどうするか。まずステップ1、2、3ですけど、1番取り巻きを観察しろということですね。今例えばターゲットとある程度も距離が近くて普通に話してるっていう状態でも、一回そのなんだろう、あからさまに距離を置く必要はないんですけど、そういう状態で。だけども、その状態でも一歩引いてね、じっくりとターゲットを観察して、誰が一番仲良くて取り巻き、要はターゲットのをクロージングするために利用する B がどこに誰なのかっていうのを分かんない場合はちゃんと観察をしてほしいっていうことですね。で、逆にコンタクト取ってない場合っていうのはターゲットにすごくラッキーなんで、ちゃんとステップ1からね、ターゲット B を探すっていうか、取り巻きをね、とにかく探すっていう観察をするっていうこと、をまず最初にやってください。どうしてもここ飛び越しちゃう人っていうのが多いので、組織恋愛の場合やっぱりストリートと違ってブレーキが多いんで、ターゲットに、ね、まずそれを行うと。で、次に、行うのが2番目ですね。まあとにかくその B をクロージングする、まあ、B をクロージングするっていうところがあるけども、B とユニクス理解を行える関係になるっていうことですね。これを裏返せば、 A がそうなりたいっていうふうに、 A があなたと、そう、あなたと私もそういう会話がしたい、そういう関係になりたいっていうふうに思わせるっていうことが大事ですね。で、この時待ってるのは、A からそういうプットが出てくるのを待つっていうことですね。それまでは、こちらからは攻めなくていいです。で、出てきて、次クロージングに向かうんだけど失礼切り替える時ね、ターゲット、もともとのターゲット A が食いついてきて、距離を、距離がチャンスが来た時、サインが出てきてチャンスが近づいた時っていうのは一気に行ってくださいってことです。一気に行くっていうのは、要は初見っていうか、今まで接点があまりなかった人と、仲良くなるスピードっていうのが組織の場合早ければ早いほど非常にクロージングしやすくなるので、人生でこんなに急に仲良くなった人っていうのが初めてだっていうぐらいのね、感覚を向こうは持つので、そうすると非常にクロージングしやすくなるので、とにかく高速、こっからは急ぐってことですね。1番2番っていうのはじっくり攻める、ちゃんと観察をして、B をちゃんと見切って、でクロージングをする、ある意味のクロージングをすると。で、 A のサインを引き出す。で、出てきたらもうそこからは、スピーディーに行くっていうことですね。で、スピーディーに行けば行くほど、クロージング率は上がっていきます。逆に時間を置けば置くほどね、A から B から情報を聞いたりとか、いろいろ余計なことを考えてしまったりとかね、だんだんブレーキが大きくなることしかないので、デメリットしかなくなるんで、ここは急いだ方がいいっていうことですね。ナンパにおける椅子の座り方を教えてください。まず椅子は奥深く座ります。一番奥に深くあります。で、腰は縮める。腰を縮めるというのは腰を猫背にならない、逆ですね。ちゃんと腰の筋肉をグッと縮める。だけどもリラックスをするってことです。椅子に奥深く、一番奥に深くあって腰の筋肉を縮めて、はい、リラックスっていう状態で、この状態から今度は貧乏ゆすりであるとか、ちょろちょろ動くであるとか、相手が不快感を与えるようなしない、落ち着きのなさとかね、そういうことを与えるような行動はしない、このリズムで座ってください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。